動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。仕事納めでしたね。長かったね、今年は。なんかいろいろな休みがなかったのでっていうので、仕事納めが遅くなりましたけども、まあとりあえずあと1週間、丸1週間ぐらいは仕事がないっつうか、やることいっぱいあるんですけど、生放送もしようかなと思ってたりするからさ、だから2日かな、1月の2日にまた企画放送をやりたいなと思うけど、人が集まらないっていうのはね、この人望のなさでございますから、仕方がないとこかなと思いつつも、まあ必死にちょっとなんか面白いことやりたいなと思っておりますよ。で、僕は4日まで休みなので、まあそれまではちょっと動画の、作りをね、頑張りたいなと思っている次第でございます。で、まあ今回は奥の島でウサギなのでね、ウサギ年なのでちょっとウサギのお話をしたいなと思って、ちょっと、出そうと思ってるんですけど、まあまあおそらく干支なんかっていうのは、神社なんかに行ったら今年の干支みたいな感じでグッズが売ってると思うんですけど、今年はおそらくウサギね、ウサギ年で、しかもまあ手頃なっていうか飼育しやすい生き物ではありますので、ウサギを飼う家庭なんかっていうのが増えるかななんて思いますけども、そこに対して、このニュース、今回のニュースっていうのは一石投げかけております。ウサギは静かで飼いやすい、本当飼育員鳴かないがいろいろな音を出すので覚悟は必要。2023年の干支はウサギ。ウサギは子供から大人まで知っている人気の動物です。来年の干支ということもあり、これから年末年始にかけてメディアなどでウサギを目にする機会も増えて、ウサギ可愛いな、飼いたいなと思う人も多いのではないでしょうか。淡路ファームパークイングランドの丘、飼育員の後藤さん曰く、多種多様な動物を飼育してきたプロであっても、ウサギはかなり気を使う生き物なのだそう。特に初めてウサギをペットとして迎えようとして、考えているなら、ウサギのことをしっかり理解した上で飼育に挑んでほしいという後藤さんに、飼育のポイントや生態について詳しく聞きました。ウサギがペットとして飼われるようになったのはいつ頃なのでしょうか。で、人とウサギの歴史を遡ると、本格的にウサギの家畜化が始まったのは1500年前と言われていますが、紀元前にはすでに人がウサギを飼育していた記録もあるようです。古くから人間と関わってきたウサギですが、ここ数年のコロナ禍でおうち時間が増えてきてから、新たにペットとしてウサギを飼う人が急増したと聞いています。まあ、ちなみに最初はおそらく、まあ、可愛がってはいたかもしれませんけども、食べ物用ですよね、家畜として飼育してたんじゃないかなと思いますけど。で、ウサギは鳴きますかという質問について、ウサギは鳴き声を発しません。体の構造上鳴けないのです。しかし気に食わないことがあると、鼻をブーブーと鳴らしたり、ダンダンと地面を足で踏み鳴らして大きな音を出すことで意思表示をします。これはスタンピングと呼ばれる行為なのですが、ウサギの祖先が野生下で天敵の接近をいち早く仲間に知らせるために行っていた行為が由来になっていると言われています。ウサギは静かで飼いやすいというイメージを抱く方は多いでしょうが、それなりにいろいろな音を出すので、迎える場合はこのことも覚悟しておいた方がいいと思います。で、ウサギを飼う上で注意するべきところというのが、私たちが一般的に飼育することができるウサギのルーツは、もともと野生のアナウサギの家畜化したもの。その名の通り、穴を掘って生活しているので、飼育下でもその生態を引き継いで穴を掘りたがることがあります。部屋外の場合、フローリングやカーペットを傷めることもあります。不用意に庭に出したりすると、土を掘って脱走する恐れもあるので注意が必要ですというところです。で、まあ一番これ飼育するにあたって、部屋で飼うにあたっては大変なのは、犬や猫のようにウサギも毛抜けしますか、ウサギアレルギーってある。動物は1年を通して毛の生え変わる寒毛の時期があります。動物によって生え変わりのサイクルは違うのですが、ウサギの場合だいたい年4回生え変わります。じわじわと少しずつ生え変わるので、極端に言えば年中毛が抜けているイメージですし、細くて細かいので、気がつけば部屋中に散乱しています。
そのためウサギを飼い始めてからご家族などにが同居されている方にアレルギーが出るようになって泣く泣く手放したというお話を聞くことがあります。さらにウサギアレルギーはなくとも餌として与える干し草の方の、アレルギーだったりということもあるので、飼育を検討する際には飼い主にとっても動物たちにとっても悲しい結末にならないように事前に一度アレルギー検査を受けることをご検討いただいたらと思いますというところでございますね。まあおそらくこの記事の中で一番大事なところってこういうところだと思うんですよね。まあ可愛いからって言って飼育を始めるとアレルギー、ウサギのアレルギーはないとしても、こういう干し草のアレルギーですね。僕もあのブタ草のアレルギーがあるのでそういうところに近づけないんですけども、まあ、草のアレルギーっていうのも考えると餌だったりの影響も考えて飼育しなきゃいけないなっていうのは感じますね。で、まあおそらく今年はいろいろとそういうところでウサギが流行るとは思いますけども、そういう人たちに対してテレビとかがウサギを取り上げるであろうテレビとかが、まあ、こういうこともありますよっていうことをどれだけ言うのかなっていうのは僕らちゃんと見とかないといけないなと思いますね。おそらく言わないでしょう、うん、ウサギ可愛いですねみたいな感じでウサギのペットショップみたいな特集もあると思いますので、その時に、どういうアレルギーの検査をした方がいいですよみたいなことを言うメディアがあったら立派だなとは思いますけども、多分ないだろうなーなんてちょっと諦めムードでおりますので、まあせめて僕ぐらいはしっかり伝えていこうかなと思います。ということでございまして、今日のニュースはウサギ飼育簡単いや難しいっていう、そういうお話でございました。